オグロメジロザメ、オグロメジロザメ、は、メジロザメ族に属するサメの一種。インド太平洋のンゴ礁で見られる最も、一般的なサメで、特に、ドロップオフ周辺に多い。典型的なメジロザメ類の体型で、幅広く丸いふん、大きな目を持つ。第一背びれを除いたすべてのヒルに黒い模様を持つこと、特に尾ひれの公園、二基の背びれの間に流気線がない、ことで足しと、 できる全長1.9メートル程度。泳ぎは早く、夜間に活動的になり、甲骨魚や、頭足類を食べる。多種に対しては、攻撃的だが同種には寛容で、日中には大きな群れを作る。体制で、2年ごとに1から6匹の子を産む。メスは、浅瀬で群れを作り、甲水温によって、胎児の成長を促す。威嚇行動は、 非常によく知られており、近づいた多種のサメやダイバーなどに対して攻撃の前に通常とは異なる姿勢で特殊な行動をとる。人への攻撃も知られ、特に一行動時には注意すべきである。多数の地域で漁獲され、繁殖、移動力が低いために減少しており、IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。1856年の学術史ナチャーキンディグ。 ティザクリフトボーアナダーランドスックインディにおいて、ドイツの魚類学者、ピーター・ブリーカーによって、カーガイアス・アンブリリンチョスの名で記載された。その後、本種は、カーキネス属に移された。タイプ標本は、ジャワ海から得られた1.5メートルのメスである。学名は誤って、アンブリリンカス、または、アンブリリンチョスとされることもある。他の英名には、ブラック、ビリホエラー、ブロンズホエラー、ファウラー。 エスホエラーシャーク、グレースフルシャーク、グレースフルホエラーシャーク、グレーシャーク、グレーホエラーシャーク、ロンノズブレイクテイルシャーク、スクールシャーク、ショートノスブラックテイルシャークなどがあるが、いくつかの名は他の種にも用いられることがある。古い文献では学名をカーキーネスメニソラとしていることがある。インド洋西部に生息する A ブラックテイルリーフシャークは、第一背びれの先端が白いこと、 分が短いこと、上学子列が一列少ないことを理由に別種とされていたが、現在では本種のシノニムとみなされている。脊椎骨数や歯の形態に基づいた1982年の形態系統解析では、本種はつまじろと禁煙であるとされた。この結果は1992年のアロザイムによる分子系統解析でも指示されている。体は流線型で、 ある程度頑丈である。糞は鈍くて長く、目は大きく丸い。指列は片側十三十四、通常、上顎が十四、下顎が十三。上顎場は三角形で斜めになり、虚子を持つが、下顎場は細く直立し、虚子は小さい。第一背びれは中程度の大きさで、第二背びれとの間に隆起線はない。胸びれは細く鎌だ。背面は、 灰色で、青銅色の光沢があることもある。覆面は白。尾ひれの公園には独特な黒い帯が走る。胸びれ、腹筋、第二背びれ、尻ひれ先端は黒か、薄い黒。西部インド洋の個体は、第一背びれの先端に細く白い模様を持つことがあるが、太平洋の個体では見られない。浅瀬に生息する個体は、日焼けのために黒くなる。 多くの個体は1.9メートル以下である。最長で2.6メートル、最重で33.7キログラムの記録がある。インド洋、太平洋に生息する。インド洋では南アフリカから、インド、マダガスカルと近隣の諸島、航海、モルディブを含む。西部太平洋では、中国南部から、オーストラリア北部、ニュージーランド、タイランド湾、フィリピンインドネシアを含む。 中部太平洋の海洋島に分布する。沿岸の旋回性で60メートルより浅い場所で主に見られる。だが、最深で1000メートルまで潜ることが知られている。大陸方、島棚状にある澄んだ水と険しい地形のある珊瑚礁の潮流が当たる場所を好む。礁の外縁部のドロップオフ、特に流れの強い礁の谷地形付近でよく見られ。 証拠内には少ない。稀に数キロメートル沖合の外洋域で見られることがある。ツマグロネム眠り深と並んで、インド太平洋の産瑚礁では最も一般的なサメの一つである。自身より大きい種であっても、ほとんどの多種のサメを自身の行動圏から追い出す。同様の環境に生息するツマグロは、より浅い場所で見られる。本種が多い地域には、 メジロザメが少ない傾向があり、逆も同様である。これは餌生物が競合することによる競争排除足によるものと考えられる。まれではあるが外洋に出ることもあり、場所をカジキのような大型の外洋性魚類や怪獣について泳ぐ姿が見られる。25匹の本種個体が25匹の黒トガリザメ1匹の つまじろとともに、同いる家族の大きなポットを追っていた記録がある。つむぶりが、自身の寄生虫を落とすため、本種の荒い肌に皮膚をこすりつけることが、観察されている。つまじろのようなより大型のサメに捕食される。ランギロアカンショーでは、ヒラシモクザメが、交尾行動後に疲弊した個体を、日和り味的に捕食した例がある。寄生虫として、千虫の、 皮膚に寄生する数種の貝や種類、エラベンに付着する、ウミクワ型類のナシやトライマキアラタナシや、グランディラリスの妖精が知られる。甲骨魚が最も重要なもので、次に、トウソク類が続き、カニロブスターなどの甲殻類が残りを構成する。大型個体では、トウソク類の割合が増える。単独化群れで狩りを行い、小魚の群れをサンゴ礁の外壁に追い詰めて捕食する。 ことが知られる。開けた水中での狩りに優れ、洞窟や岩の隙間での狩りに優れる眠り部下と、住み分けている。嗅覚は、非常に鋭く、10ppb の濃度のマグロの体液を嗅ぎ分けられる。大量の餌が存在する場合は、狂乱作事を起こすことがあり、水中爆発で複数の笛大化魚類が死んだ時の記録では、サメ個体の一匹が狂乱作事に巻き込まれて、 他の個体に捕食された。交尾中には、オスは、メスの体やヒレを噛んで固定する。他のメジロザメ類同様に耐性で、卵黄を使い果たした肺は、卵黄の王を胎板に転換する。メスは、右側の卵巣と両側の子宮が機能する。繁殖は2年ごとで、産子数は1から4、ハワイでは6。産子数は、母体の大きさにつれて増える。 妊娠期間は9から14ヶ月と推定されている。出産は、南半球で7から8月、北半球で3から7月と考えられる。だが、エニウェト区干渉で秋に、臨月のメスが発見された報告もある。出生時は45、60センチメートル、生成熟は7歳頃で、オスは1.3、1.5メートル、メスは1.2、1.4メートルである。グレートバリアリーフでは、 メスの成熟は11年かかり、他の地域より遅く、その時点での大きさも、わずかに大きい。寿命は最低でも25年。1日中活動的であるが、特に夜の活動レベルが高い。ランギロアでは30匹程度の群れが、行動圏内の特定の狭い場所に集まり、夜に餌を漁るためにより浅い場所に散会する。行動圏は、約0 8トル程度。 エニウェトク干省では、省の別の場所に生息する個体は、異なる行動パターンを示した。省の外縁に生息する個体は、縁に沿って、長距離を放浪し、章湖周辺や、岩峰城に生息する個体は定まった昼夜の行動権を持つ傾向にある。強い潮流の見られる場所では流れに逆らって移動し、引き潮時には沿岸に向かい、上潮時には、外目へ戻る。これは、 獲物の匂いを見つけやすくするため、または濁った水に隠れて狩りをするためだと考えられる。縄張りは持たないと考えられ、同種の行動圏内への侵入、切時には寛容である。ハワイでは3年間にわたって同じ場所に泊まることが観察されたが、ランギロアでは 15km 程度の範囲内で頻繁に場所を移動した。エニウェトクでは特定の場所で非常に攻撃的になり、 行動権に侵入する他種に優位性を誇持していると考えられる。社会行動はよく調査されている。ハワイ諸島の北西部では多数の妊娠メスが稀に背びれや背中を海面から出しながら浅瀬をゆっくり縁を描いて泳ぐ姿が観察される。これらの群れは11時 -15-00 まで存在し、日の高い時刻にピークに達する。 ジョンストン島北東のサンド島では、メスは3から6月に同様の群れを形成し、その個体数は年によって変化する。毎日9時頃に個体が集合場所に集まり始め、その数は午後にピークに達し、19時頃には解散する。各個体は1から6日ごとにこの群れに参加する。これらのメス個体は暖かい水域で体児の成長を促していると考えられる。また、 望ましくないオスの接近を避ける効果もあるかもしれない。エニウェイトクでは、ハワイ同様、30匹程度のメスが浅瀬に群れて、円を描いて泳ぐことが観察されており、やはり交尾や出産のためであると考えられている。第二のパターンの群れとして、ドロップオフの近くでは朝に5から20匹の緩い群れが、形成されて、時間とともに数を増やし、夜になる前に解散する。また、 浅瀬や岩峰の上には日中も単独でいる個体も存在する。本種の威嚇行動は直感的に最も顕著なもので、サメの敵対行動としては最もよく知られているものである。この動作はダイバーが直接接近することによって調査されており、いくつかの例では攻撃に至っている。サメは頭を上げ、胸びいれを下げて背を弓なりに反らせ、体を 横方向に湾曲させる。この姿勢を維持しながら、硬い動きで横方向に泳ぎ、回転したり八の字を描いたりすることもある。脅威がより接近した場合や、他のサメや地形で退路が塞がれている場合は、威嚇行動はより激しくなる。ダイバーが去らない場合、サメは撤退するか、口を開けて突進しワわーで切り裂いてくる。観察された威嚇行動の多くはダイバー。 または、潜水艇に向けられたもので、後方か、髪型数メートルの距離を追跡、接近してくる。ウツボや、ある例では、平らしもくめに対する威嚇行動も記録れており、後者はその後撤退している。だが、同種に向けた威嚇行動は観察されておらず、この行動は、競争相手ではなく主に捕食者などの外敵に向けたものであることが示唆される。縄張りは持たないが、 自身の周囲には、ある一定体積の個人空間を持ち、内部への侵入を防御すると考えられる。ポリネシア・ミクロネシアの個体と比べ、西太平洋、インド洋の個体は攻撃性が低く、威嚇行動も少ない。ダイバーに興味を示し、最初に水に入った時にはかなり近づいてくるが、繰り返し入ると興味を失う。餌の存在下では危険で、外目では沿岸より、 攻撃的になる傾向がある。スピアフィッシングの獲物を狙ったと見られる偶発的な攻撃も知られている。追いかけられた場合に反撃に転じることがあるため、威嚇行動が始まった場合はすぐに、サメの方を向いた、真ゆっくりと交代するべきである。また、カメラのフラッシュに起因して少なくとも1件の攻撃が引き起こされており、威嚇行動の撮影はすべきでない。それほど大きくはないが、 攻撃力はあり、威嚇行動を観察中の研究者の潜水艇を数回にわたって攻撃し、窓に紙跡を残し、スクリュープロペラの一枚をもぎ取った例がある。攻撃は一貫して6メートル程度の距離から開始されており、2回目、3回目の攻撃を行うことも可能である。2008年の国際サメ被害目録には7件の基調発事例と6件の挑発事例が記録され、 死亡例はない。ココス島などの比較的人の手が入っていない場所では、まだ豊富に見られるが、繁殖力が低く生息環境が限られ、あまり生息地を移動しないことから地域的に減少しやすい。IUCN は、保全状況を純絶滅危惧としている。分布域の多くの場所で、他種を対象とした漁業で漁獲され、フカひれや魚粉などに加工される。 珊瑚礁の減少や開発も脅威であり、いくつかの個体群はかなり減少している証拠がある。アンダーソンにある。によると、チャゴス諸島では、1996年の個体数は1970年代の14%のレベルだった。ロビンスイアル。によると、グレートバリアリーフの漁業許可水域では、船の侵入が許可されない水域と比べ97%も減少していい。 さらに、漁業は許可されないが、船の侵入が許されている水域でも、同程度の減少が見られたことから、密漁が行われていると考えられる。今後の予測では、追加の保護政策なしでは、20年内に、個体数は元のレベルの0.1%にまで減少することが、示唆されている。水中で観察しやすいサメであり、モルディブなど多くの国で適切なダイビング場所が保護。 されていることからエコツーリズムによる保護活動も考えられている。日本では過去に品川水族館で飼育記録がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。